はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2続きをやっていきたいと思います。とりあえず手下が仲間になって、銀の鍵も手に入れたところになりますので、次のところへ進んでいきたいと思います。でお金もね743円あって結構あるんですけれども、買い物は次の町に行ったところで、やりましょうか。ここら辺は多分鎖鎌と鎖片びらが最高なんで、次の町はねもう一個強いのがあったはずで、この祠を抜けていきましょう。もうドラッキー2体なんてね、一旦よ一旦、手下行け。12、いいね。おお、もう自動的に避けてくれた。でこれはね縁が金色なんでね、鍵が合わない。銀の鍵は使えないと。でこれは下とね左があるんですけど、ちょっと左から行きましょうか。何にもないんですよ実は。何にもないんですけど、まあちょっとこういうね回り道っていうのもしながら、うおーはめられたみたいな。おバブルスライム1体ずつか。これだとねギラが2体に通らないからな。バブルスライムは一撃で倒せないんだ。まあ、乱数があるからね、14とかさっきみたいに与えてれば一発で倒せたんだろうけども。で正解はそのまま下に降りるルートですね。オオネズミも普通に攻撃していきますか。次のね地域に入ったところの敵が強いんで、またギラ分は取っておきたいですね。さあどんどん下へ行きましょう。おお、キングコブラ3匹でした。おお強いね、同じダメージだ。まあ銅の剣と鎖鎌っていう違いはあるけど、それでも手下の攻撃力が結構高くなってきたな。さあ新しい大陸、大陸ではないか。ただ敵はまだ同じか。キングコブラを自分が倒して手下に大ナメクジを任せよう。まさに手下の役目だな。雑魚は任せたぞ。行くまでにはレベルが上がってくれると嬉しい。敵とはね戦いたいから、こういう山道を通っていきましょう。鎧ムカデとタホドラキ、魔術師もいるね。これはどうしようかな。魔術師はギラ使ってくるから、で鎧ムカデ硬そうだよね。ギラで倒すか。多分手下の攻撃とかなんか通らない気がするんだけど、一応自分の攻撃をやってみよう。ミックスで8か。やっぱり防御力高いね。ただタホドラキーも手下で一撃か。おお、タホドラキー、タホドラキー、鎧ムカデで、タホドラキーをギラで焼き尽くせるか。暗い。おお、タホドラキーはそんなにヒットポイントが高くないけど、鎧ムカデが強いね。ミックス7とか食らったよねさっき。どうする、ホイミを唱えておくか。25から30、まあ、ぶっちゃけ薬草だよね。うおー魔術師3匹、これはキラで一掃しよう。いけ15 15、よしよしよし。ギラが怖いね。安定して2人にダメージを与えてくるからな。街が見えた。その前に敵、軍隊槍。軍隊槍はそのまま攻撃で倒しましょう。おお仲間呼んできた。まあ、金になるからね、仲間呼ばれても弱いし。全然金になんなかった4匹で8円しか持ってない。まああなたはもしやミカミックス様ではミカミックスじゃねえよ私は昔ローレシア城にお仕えしていたものです。こんなところでミックス様にお会いできるなんて、ああ夢のようですわって。ほんとモテモテだな王子様。ムーンペタの町にようこそ。ここは人と人が出会う町です。そんな町なの。どこかの塔の中に空を飛べるマントがあるらしいぜ。そのマントをつけていると高いところから落ちた時少しだけ空を飛べるんだとよ。この話は絶対覚えておいた方がいいぜ自信満々だな。
ムーンブルク城ならこの町の南西の方向だ。まず西に向かって歩き、さらに南に下ると良いだろう。魔物たちに気をつけろよ。で、うわ、全然いいの売ってんじゃん。鋼の剣とかマジ欲しい。手下は装備できないか。鉄の槍、鉄の槍だな。鎖片びら、鉄の槍買ったら買えなくなるか。待って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 、鋼の剣とか鋼の鎧とか、いや、まあ鉄の槍買いますか。じゃあ鉄の槍を手下に与えて、で手下の持ってる鎖釜を俺が使いましょう。手下のお下がりかよ。毒消しそういっぱいあんな。毒消しそうちょっと2つくらい売るか。こんないらないよね、まあ、16円2つ売って、買いに来たじゃなくて、手下の持ってる鎖釜を俺が持って、で銅の剣は売っちゃいましょう。で道具屋は革の盾は大丈夫。聖なるナイフは、まあムーンブルクの王女が仲間になった時に買ってあげますか。であとここが宿屋で一応泊まっておこう。また少しここら辺の周辺でレベルを上げてからムーンブルクに向かいますか。全く物騒な世の中になったもんですな。この前もサマルトリアの近くでスリに会いましてね。幸い犯人は見つかりましたが、まあ今頃はお城の牢屋の中で少年は。はは、あ、そうなんだ。話せなかったやつかな。でここが福引き所です。まあ福引きができるんですよね。で説明はいいやこれ要はマークが揃うと物がもらえるんですけど、これ目押しができるんですよ。でね、もう目押しとか俺全然忘れちゃったんで。で太陽はちなみに1等だったかな。でこの順番も決まってるんで2個揃うとね、福引き券が返ってくるっていう。福引き券お持ちですか。はい。ほんのお遊び、あまり夢中になりませんように。ここでね、魔術師の杖とかがあったような気がするんだよな。特にこれもいいわ。でこいつはセーブができるところになります。98か、あと少しだな。でこの犬がねついてくるんですけど、まあこいつがムーンブルクの王女ですね。で、あとはここに兵士がいるんで話してみましょう。自分が恥ずかしい、私はあまりの恐ろしさに城から逃げ出したのです。今頃ムーンブルクの城は、ああ、下っ端姫なんか嫌な名前だなこの2人とも一応ここら辺の敵を様子を見つつレベルを上げをして、まあ、魔術師はね別に普通ですけど、マンドリルとかね出てきた気がするんだよね。変なゴリラみたいなやつ、こいつがねめっちゃ強いんだよ本当に。魔術師か、もうこれはギラを使っていこう。倒せない、一匹倒せなかったけど。鎧をね買い替えたいんだよね。いまだに革の鎧だからな、装備が貧弱だよな魔術師でタホドラキーはキラで一掃しよう。いいね、ギラマジで役立つわ。よし、レベルアップ、力2、身の守り1。おっ、だけかよマジか、あんまり強くなった気がしないって。どうしようかな、これ鎧ムカで攻撃してギラでタコドラキーだな。まずは13、鎖釜になった分ちょっと攻撃力上がったか。おっ、タコドラキーが残ってしまった。ルカナなんて捉えてくんだ。しかし攻撃を受けずに倒す。鎧ムカでの攻撃を食らったらちょっとやばそうだったね。守備力下げられてたからいいね。60円とかさ持ってればさ、10回倒せば600円手に入るってことでしょ。なかなか金の入りがいいね。これは魔術師を攻撃して一旦ギラで鎧ムカで5、6か。お、強い、
マジいいわギラ。手下は7食らうのか。おお70円。今もうどっちかっていうと金が欲しいからな。ただもうマジックパワーがちょっと突きかけてきたな。早いね。ギラ3っていうところがね、やっぱり2だったらねすげえ効率がいいんだけど、まあそこはやっぱり攻撃呪文だけあって3使うか。これは手下かな。そうするとよし、手下力6、いいね。おお魔法トーン、ヒノキの棒超いらねえ。売ろう。キングコブラ、もういいや、これもギラ使おう。オーラオーラオーラ、おお、すげえわギラ。グループになってるっていうところがいいね。あーこれはタホドラキーをギラ唱えて、じゃなくて、違う、タホドラキーを俺が倒してギラで鎧ムカデルカナン、やばい。タホドラキー手下いけるか。おお倒せる。てかタホドラキーはヒットポイント少ないから手下に任せた方が良かったな。まあどっちにしろ一発で倒せるからいいんだけど。80円、ちょ待ってちょっと待って、こんな時にもうマジックパーがない。手下でも11当たる、13変わらない。うお食らうね。もうホイにも唱えらんないからな。鎧ムカデが強い。かといってね、もう一本鉄の槍買うのもね効率悪いから、鋼の剣が欲しいんだよ。鋼の剣がなんだかんだで700円あるし。そうするとちょっともう一回武器屋を覗きましょう。鎖片びら390円。だってさ、なんで鎖片びら390円の次がさ鋼の鎧1200円なの。これ鋼の鎧買おう。鋼の鎧買って行こう。じゃちょっと鋼の鎧を変えるまでお金貯めとレベル上げをしていこうと思います。魔術師鎧向かでも攻撃でいいかな。そんなに時間はかからないと言ってもちょい時間かかるかな。どうだろう、長くなるようだったらちょっとスキップします。大ネズミ、これはギラでいいや。ギラがあればね結構効率よく敵を倒せるんで。2人打ち逃したか。20円しか持ってないね。その代わり少し遠出する。軍隊やとかね、マジこいつら金持ってないからね。もう呼びでないよ君たちは仲間呼んだとしてもさ2円だからね、さすがに持ってなさすぎでしょう。まあ薬草8円にはなったけど、ここら辺の山で戦おう。おおリザードフライ、これもちょっとギラいこう。とりあえず、うわマジか、ギラギラ返し10、17。あーでもまあやばいなちょっともう寝たい。いくつ持ってる。128、すげえ経験値だ。その代わりホイミを1回ずつ使う羽目になるけど、いやもう1回いけるか。マジックパワーはまだ22あるからね。鎧ムカデ軍団、これはギラ唱えよう。ギラを唱えれば多分2ターンで殲滅ができるはず。手下も結構攻撃力あるからね。よしよしよし、 OK、 いい戦い方だ。90円、鎧ムカデが結構金を持っている。大ネズミはマジで金持ってないから、これももうギラで一掃しよう。全然一掃できない。
はね別に強くならないんで、いつかは攻撃の方が高くなる。キメラの翼、970円なんだかんだで。ラリフォーアンとか、ちょっとラリフォー使われたら嫌だけどな。タホドラキーもね3匹いるからね。タホドラキーは11でも倒せんのか。もう1回くらい戦闘したら帰りゅう、帰りゅうっていうか帰る道に行く。うお、リビングデッド。簡単に言えばこれ腐った死体って別にいたっけ。それなりの攻撃力だね。てか2人で攻撃しても倒せなかったか。1人で48。きたー、マンドリル。こいつが強えんだよな。とりあえず魔術師はギラで倒そう。グオー、14とか。やばい、イエーイ、マジかよ、これやばいぞ。どうする、マンドリルを倒してギラで魔術師2体倒せる。先行できればいけるはず。これで魔術師は絶対倒した。いけ、まだ生きてんのかよお前。手下いけ。いや強い、ま、マンドリルマジ強え。こいつらあんまり持ってねえし、そんな瀕死になった割には。これはもうどうしようかな。あと1回しかホーミーが唱えられないけど、ちょっと敵が出たらやだな。ギラ用に残しとこう。オッケー。いや、かなりの戦闘を繰り広げたけど、鋼の鎧って1500円。またもうちょっと必要かな。まあね、革の鎧を売れば別にいいんだけど、鋼の鎧1200円か。ちなみに革の鎧っていくらで売れるの ?113 円。ヒノキの棒はまあ確実に売ろう。15円。なんかすげえ、貧乏っちいな。手下も革の鎧だからね。じゃあ革の鎧を売って、で、1200円貯まったんで、鋼の鎧を装備しよう。よーし。で、手下は一応鎖片びらが装備できるのか。で、寝たよね。で、鋼の鎧も手に入れたことだし、薬草を2つばっかり調達していきますか。またあれ、手下しか持ってないか。命の木の実と素早さの種を1回預けよう。ちょっと誰に使うかはまだ考えておこう。預ける道具で福引券預けとこう。福引券って確か50円くらいで売れた気がするんだよね。で、福引きをやってるとちょっと時間が過ぎていくからね。命の木の実も預けましょう。よし、 OK。 いけるかな。最悪キメラの翼で逃げ帰ればいいんで、もうムーンブルクの方に行きましょう。魔術師リザードフライ、これ両方ともギラを使ってくるからな。でした、一発で倒せる。いいね、来たギラ。ギラ食らうと痛いよな本当に。おお、レベルアップ。これはどっちだ、もう分からん。ミックス、力、素早さ、身の守り、ヒットポイント。よわ、マンドリル3体とか、これマジかよ。早々に逃げ帰る羽目になるぞ。ミックスがどれだけ食らうか。9かよ。それでも手下がまずいぞ。もう一回ギラ唱えよう。これで一番右は倒せるはず。で、マンドリルの方が早い。手下のダメージが半端ない。ちょっと待って、やっぱりこれ手下にあれだな、鎖かたびら装備させてあげよう。厳しいわ、革の鎧だと。またいつマンドリルが出てくるかわからないからね。やっぱりちょっと鎖かたびらを買いましょう。いやー強い。スモークでも1体だったらどうとでもなるでしょう。うん、余裕だね。いや、そう考えるとな、ミックスにな、鋼の剣も買ってあげたい気がするな。マンドリルをね、一撃で倒せるようになれば
めちゃでかいんだけどな。あれ俺腐れ釜だっけ今まだ。そうだよね。いや金が足りん。本当に金欠だ。金欠ご一行だよ。もうさ、世界を救うっていう旅なんだからさ、鋼の剣の一本くらいさ分けてくれよ。こんな命がけでさマンドリルと戦ってんだから。やばい、ギラが痛い。よしよしよし、これダメージ食らわなかったのはでかい。ミックス2回で倒せるね。まあ、それはありがたいことだ。いやここの大陸のね敵は本当に強いわ。金もすげえ持ってんな。もう鎖片びら買えるね。でね、サマルトリアのね王子がねあんまり強いの装備できないっていうのがね、ここら辺から結構顕著に出てくるんだよね。鎖片びらを買ってあげましょう。6上がるのか。まあ、6上がればいいんじゃない。で川の鎧を打ってで100円あるんで寝ましょう。これでいいかな。これでようやくムーンブルクに迎える。ちょっとマンドリル部隊が本当に怖いけど、キメラの翼もあることだし、死んだら帰りましょう。あとそのどっちかが死者が出たら早速か。何これ、最近ちょっとマンドリル多くないか。このリザードフライギラギラとかはね自分の防御力関係ないからね。うわやばい、ゲッやばい、いきなり死ぬ恐れがある。これはこういう意味で自分を回復させよう。いやマンドリルの攻撃が強い。しかもマンドリルさミックスより早い時あるからね。いやもう早々にさ帰りたいんだけど。あレベル上がったでした。力素早さ上がった、いいね。ヒットポイント1か。ちょ寝てばっかだけどね。橋を越えたら敵が出てさマンドリルが現れてさ、この繰り返しだな。全然先へ進めん。で45か、手下の方のヒットポイントが。ただね10以上食らうからね、ここはちょっと草原を歩いてこう。なるべく鎧ムカデか。これはもう一撃では倒せないのか。まだでした。ミックスでね、そのストーリーの内容さえ知ってればムーンブルクって寄る必要はないんですけれども、まあちょっとレベル上げとお金ためを兼ねて、まあ何が何やらっていう感じになってもあれなんで、ムーンブルクには立ち寄りましょう。で情報を収集すると、魔術師はギラを使ってこなければただの雑魚。こういうのありがたいな。ただもう36ポイントのさ経験値とかってもう大したことないよね。毒の沼地に囲まれてるね。これはホイミスライムから先に倒していきましょう。消した。うわー回復された。21でも倒せないの。そんな強いんだホイミスライム。ヒットポイントめちゃ高えな。23で倒せる。リビングネットもさ結構強かったよね。2人が攻撃しても倒せないからね。手下のヒットポイントが若干減ってきたけど、どうしようかな。集中砲火を食らうと怖いんだよね。薬草2つの4つ、まああるから使おう。痛いよ、完全に崩壊してるな。鎧ムカデか。まだ全然安心できるね。手下4。鎧ムカデってでも相当硬そうだよな。わしはムーンブルク王の魂じゃ。我が娘下っ端は呪いをかけられ犬にされたという大口押しや。そうか、犬にされてしまったのか。でこれはね何もないはず。もう空っぽ空っぽ。あれどっちから回って、うわーマジか。リビングデッド、キングコブラをなギラで一掃したいけど、どうよ
倒した倒せない倒した。リビングデッドは攻撃力全然強くないね。身を守っている。いいね。今すげえダメージ与えなかった。え、会心の一撃とか出た？そんなんないよね。いや、これはでも楽だったな。意外に敵の数が多い割にはなんとかなった。おお、100超えか。経験値レベル上がるね。力が上がってほしい。どこにとも上がってほしいけど、川の鎧、まあいいや、金になるからね。ここから東の地、4つの橋が見えるところに小さな沼地があるという。そこにラーの鏡が。これを誰かに伝えるまで私は死にきれるのだ。邪魔だお前。で、こっちからここへ行きましょう。まあ、特にね、宝的なものはなかったんで、本当に情報だけですね。あ、あそこにも人がいる。人っていうか魂だけど。うわ、またこのパターンか。ギラン、行け。3匹倒したい。11で倒せるけど12で倒せなかった。ヒットポイントもばらつきがあるな。もう1回ギラ使うか。確実に2体は倒せるからね。16、ばらつきがでかいな。っていうかこれでもダメか。マヌーサ危ない。マヌーサを使われたらちょっとギラを使わざるを得ないからな。これでも経験値100超えだからね。また宝箱。よっしゃ、川の鎧、金になるな。薬草使おう。持てないと何かを捨てる羽目になるからね。で、この下に行って、兵士が倒れてますと。ああ、姫様、私は姫様をお守りできませんでした。そのため姫様は呪いで姿を変えられ、どこかの町に。しかしもし真実の姿を映すというラーの鏡があれば、姫様の呪いを解くことができるでしょう。旅の人よ、どうか姫様を、姫様を。グフ、これ同じこと言うのかな。いや、こいつずっとここで倒れてたの。腹減って死ぬでしょ。で、あいつに話しかけたかったけど、まあいいか。じゃあラーの鏡を取りに行きたいんだけど、リザードフライを先に倒すか。これはギラを唱えてくるからね。ほら、ギラ2発食らうのはちょっとさすがに痛い。鎧以下ではもう全然ダメージ食らわないから。よしよしよし、鋼の鎧さすがだな。さらに鋼の盾もな、買いたいよね。で、こっちの方に行って、軍隊槍、まあギラを使うマジックパワーがもったいないからね。こいつらほんと弱いから。もう所詮はアリだな。金持ってないっていうところがね。またお前か。さっき呼ばれた時に来ればよかったものを、一人でいるからこうなるんだ。うおー、スモーク軍団。スモークってどうなの。ちょっとギラ唱えるか。効かなかったなんてあるんだ。ただ攻撃力自体は全然強くないね。手下でも余裕で倒せるし、会心の一撃出たのはでかい。リビングデッドはね、3発かかるからね。いいね、100超えてくるとだいぶもらえるなって感じがして、なんかもうすでに光ってんだけど。足元を調べた。ラーの鏡を見つけた。よし、じゃあ帰りましょう。で、歩いて帰るか、キメラの翼で帰るか。まあ今のところ大丈夫そうなんで、歩いて帰りましょう。ただ、1回ずつ回復しておくか、この戦闘が終わったら。20代はちょっと不安だからね。マンドリルが出てきたときに、集中攻撃で死ぬ恐れがあるから。呪文にするか、薬草にするか。まあ、約束にしておこう。やっぱり今のところギラはまだかなり有効なんで。ギラがね、ほんと強くなってるっていうのが
でかいな。ラリホワンとギラで一掃できるかどうか。おらおらおら、おお、いいね、マジ効率的だ。さて、じゃあこのままお金は920円。出たー、マンドリル3体。これは攻撃、いや、ギラを唱えた方が良かったか。確実に1ターンにつき1匹倒していく。特に事故がなければいける。よし、手下12、会心の一撃。おお、マンドリル3体で100超えか。やっぱ強いからね。で、鎧ムカデ、これもまあ攻撃で倒していきましょう。3ターンかな。手下のね、普通の攻撃力が鉄の槍を装備してるとはいえ結構ダメージ通るんで、いや、手下はだいぶ使えるね。レベルも上がったし、どっちが上がったか分かんないけど。おお、手下か、力1。あ、でもマジックパワーが4上がった。ルーラーも覚えたし、ルーラーを覚えたってことは、でも死んだらルーラー使えないからね。一応キメラの翼は1個は持っておきますか。2つ持ってたから1個売っちゃいますか。で、町に着いたんで、ちょっと道具を整理しましょう。革の鎧は売るでしょ。で、毒消し層も1個あれば十分だよね。で、あとは革の鎧も売って、キメラの翼も手下の分を売るか。20円。で、鋼の盾2000円とか。あー、鋼の剣が買える。すげー上がる、15上がるんだ。これ買おう。ちょっとまあ売るもんはないけど、てか鎖鎌を売ればいいんだけど、ムーンブルクの王女何装備できたっけ。ちょ、こいつにちょっと何してんの。ラーの鏡を使ってあげようとしたのに。ラーの鏡を覗き込んだ。なんと鏡は美しい王女の姿を映し出した。鏡が砕け散り、姫にかけられた呪いが解ける。ああ、元の姿に戻れるなんて、もうずっとあのままかと思いましたわ。私はムーンブルク王の娘下っ端。もうご存知かと思いますが、ムーンブルク城はハーゴンの軍団に襲われ、私は呪いで犬の姿に変えられてここに飛ばされたのです。今頃ムーンブルク城は、ああ、今は考えないことにいたしましょう。私もあなた方の仲間にしてくださいませ。共に戦いましょう。なんでハーゴンのさ、軍団はさ、こいつを犬に変えてここに飛ばしたんだろうね。戯れかな。しかしそれが自分の身を滅ぼすことになろうとは思いもしてないだろうな。一応下っ端はいきなりベホイミ覚えてるんですよね。で、ヒノキの棒と布の服で、下っ端はね、本当に攻撃力が弱かったと思うんで、まずはね、ちょっとバギーを覚えるまでまたレベル上げと金貯めをしますか。で、ちょっと何を装備できるか見ましょう。鎖鎌は無理か。鉄の槍も無理。鋼の剣なんて絶対無理。ってことは聖なるナイフだね。200円するんだよね、これ。まあ、買ってあげますか。10上がるし、下っ端で。ヒノキの棒は売りましょう。で、革の盾とかも装備できないんで、革の鎧も装備できなかったはずなんだよね。ってことは布の服で行くしかないのか。鎖かたびらとかもう絶対無理だからな、ここら辺。三河市の服とかが手に入るまではずっと布の服かな。基本的にね、装備バリエーションが少ないんで、ドラクエ2とかは。で、サマルトリアの王子もファミコン版では装備できなかったやつが、まあリメイク版では装備できたりするんで、なんか光の剣とか、ロトの剣だっけ、なんか忘れちゃったけど、なんかそこら辺が装備できなかったのが装備できるようになってたりするんで、だからね、サマルトリアの王子はね、当分の間鉄の槍だったみたいな。
まあ、今は敵の槍でも全然強いですけど、まあ、後の方になるとね超弱いっていう。まあまずは下っ端のレベル上げましょう。もう下っ端と手下が区別つかなくなりそう。3だからな、まあ、それはしょうがないよな。なんか防御してた方がいいかな、下っ端とか。まあ、今はね敵が強くないんで何も考える必要はないけど、魔術師もギラ、で打ち漏らしを倒せるか、下っ端いけ、倒した2 多分ギリギリだな。よし、レベルアップ。これは下っ端でいいかな。下っ端素早さ、ラリホー覚えたけど力が上がらない。軍隊屋にも倒せなさそう、下っ端だと。全然ダメだね。で、まあ、これは仲間が増えたからといって、経験値が減るわけではないと思ったんで、特に3人でも問題ないですね。ドラクエ3とかだとね、4人まで仲間になって、で、仲間が多いほど経験値をね、分けるっていう感じなんですよね。ラリホ使おう。眠れ、いいね。このゴリラは単純そうだからなすぐ寝そう。あーっと攻撃でいいか。3、おー、ラリホーが役立った。あんまり俺ドラクエとかでねこういう補助系の魔法は使わないんですけど、よし、自分は力4。ヒットポイントが最近上がり悪いね。まあそれでもヒットポイント高いからね。魔術師で、とりあえず下っ端を仲間にしたんで、次の目的はあれですね、なんか変なおっさんが言ってた風のマント、あれをね取りに行かないといけないんですよ。で、風のマントはねちょっと迂回していかないといけないんですけど、今のまんまだと厳しいかな。やっぱり下っ端がねバギを覚えてもらわないと。で、装備が整ったら行きたいね。ちょっと遠かった気がするんで。下っ端レベル3。おお、力が上がらない。今ヒットポイント5のマジックパワー7はでかいかな。あれ、バギってまだ覚えないっけ。4レベルとかだっけ。まずは鋼の剣が欲しい。1500円買えるね。出たー、マンドレル部隊。眠らそう、またラリホー。眠らせた、効かなかった。眠らせた、画面を覚ました。うお、下っ端まずい。ベホミとなるか。2回食らったら死ぬ恐れがあるね。っていうかさ、あれだね寝てるやつを倒すのはちょっとアホだぞ。起きてるやつから攻撃するのがセオリーでしょう、普通は。ホイミは唱えておくか。スモークは雑魚。もう下っ端はな、全然攻撃としては戦力にならないからね。マンドリル3体の確かにねラリホーは役だったけど。さあ、鋼の剣を買いましょう。鋼の剣を買っていいね。で、鎖鎌を売って、革の鎧も売って、で、あとは鋼の盾だけだね。結構高いな。じゃあそうですね、レベル上げも兼ねて鋼の鎧を買ったら次に進んでいきたいと思いますので、次回はちょっと鋼の鎧を買ったところから始めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。